おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2807です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てを行いましたこちら、女神デバイスとフレームアームズガールのコラボ商品みたいな感じで出ましたマジカルバーゼですね。こちらを前回組んだということで、今回ですね、まず素体の方の軽いカード範囲ですね、それをやった後に武装パーツの組み付けとかをね、やっていきたいと思います。で、とりあえず本体ですね、バーゼ本体を見ていきたいと思いますが、よいしょと。こちらに関してはね、基本的な部分は以前紹介したね、バーゼラルドアニメバージョンですね。あちらと基本的に変わらないんですけどね。胸部パーツですね、ここがちょっと新規になってるんでね、まあちょっと干渉源になるかどうかっていうのをちょっと軽くチェックしたいと思います。それと表情パーツの交換とかもね、合わせていきたいと思いますが、とりあえず正面がこちらですね。横ですよ。後ろ。反対側。そして上となっております。はい。で、こちらですね、後ろに何もないです。とりあえず今回ね、マジカルバーゼということで、こちらのね、スカートパーツがつくからなのか、まあこんな感じになっておりますけどね。一応こちらのね、バーゼラルド用の前髪パーツがあったりとか、こちらゼルフィカールのやつですね、これもありますので、一応余剰品扱いになってますけどね。尻尾パーツあるんで、それをね、組み付けることも可能なんでね、まあそれをうまく利用するのもありかなと思いますが、とりあえず本体はこんな感じです。基本的には色違いで、先ほど言ったここですね、胸部パーツのここだけちょっと違う感じになっております。とりあえずカード範囲はね、ざっくりいきますが、上とか下がこうですよ、左右に動かすことができる、首をかしげたりとかね、こういうこともできると。後ろ髪に関しましてはね、4箇所ですね、それぞれジョイント接続になっておりますんで、振ったりとか上下のね、上げ下げができるようになっております。で、一応こんな感じになってて、肩周りですね、ここちょっと今抜けましたけど、根元のボール、水平、肘の曲げ、二の腕のロール、あと手首パーツのカードですね、ジョイント式となっております。あと胸部ですね、ここでの可動とか、開脚、前後、もものロール、膝の曲げ、足首の可動、あとここのスイングですね、こういうのがありますと。まあ基本的に変わっておりません。で、前髪パーツがね、そんなに長いわけではないので、新規パーツだったとしてもね、そんなに干渉しない感じですね。ただここのパーツ、こんな感じでね、カタカタするんですね。まあこういう構造なんだとすればいいんですけどね、そうじゃないんだったら気になるんでね、まあちょっと接着した方がいいかなと。で、あとこの辺ですね、軸に関しましてもね、ちょっと緩い感じがするので、まあこの辺もですね、若干補強とかしておいた方がいいかと思います。はい。まあ基本的な可動範囲はこんな感じでしたと。で、付属の台座ですね、こちらなんですけど、まあ見ていただくと分かる通り、腰につけるとこのような感じですね。いつもついてる簡易ベースと違いましてね、直接取り付けるっていうか、こんな感じでね、角度変更できるのはいいんですけど、ここですね、下の部分が稼働しないので、こことこことここってね、3箇所で動けばね、ある程度調整効くんですけどね、こちらとこちらしかないので、まあこの台座のね、中心に浮かせるんであれば、こんな感じでね、宙に浮いちゃうんですね。これは非常に違和感ありますんでね、根元の部分が稼働するね、付属の台座みたいなのがあってほしかったかなというふうに思いますが、とりあえずね、立たせることができましたと。はい。一応こんな感じになっております。で、表情パーツ。表情パーツ自体は全部で2種類ですね。こちらと、こちらが別途付属しておりますと。で、とりあえず今ついてるやつが正面目線ですよ。一応こちらもですね、扱いとしては正面目線の片目閉じですね。で、こちらが左目線となっております。まあ基本的には元々ついてるやつをこちらをね、利用する感じかなと。で、これ以外に、瞳のデカールがとりあえずついておりましてね、正面目線、正面目線の片目閉じ、左目線、右目線となっておりますんでね、今ついている左目線が気に食わないんであれば、右にね、張り替えればいいのかなと。まああとこちらですね、表情パーツ、このベースさえあればね、もう一個作ることができると思います。はい。まあ、一応ね、表情パーツこうなっておりますので、まあ片目閉じをね、これに変えたいと思います。変え方は基本的にいつもと一緒ですね。前髪パーツ外します。今ついてる表情パーツを外しまして、別なやつ、まあ選択したやつを首つけると。で、あとは前髪パーツをね、戻すことによってこのような感じでね、表情パーツ交換できましたと。ただこちらですね、前髪パーツが若干下に来てるような感じになっておりますので、まあ眉毛がね、隠れちゃってるというか、まあ隠れすぎてる感じになっちゃうんですね。それの影響でね、ちょっと表情が分かりづらいかなと。一応片目閉じてるんだけど、怒ってるのか笑ってるのかっていうのがね、ちょっと判別しづらいんでね、これは気持ち、もうちょい前髪ね、短くてもよかったかなって感じがしますけどね。まあこれはね、以前のやつと同じ感じですけどね、一応こんな感じになっておりました。はい。一応表情パーツの交換はこうなので、あとはね、前髪パーツをちょっと交換してバーゼラルドバージョンにするか、
ゼルフィカルバージョンにするかっていう選択ができると。以上、マジカルバーゼの時はね、こちらね、何もないやつにしますんで戻しますけどね。とりあえず、ゼルフィカールの方をつけようかなと。まあ、組み付け方法はいつもと一緒。まあ、これもですね、基本前髪長いんですけどね。一応こんな感じでね、うさ耳にすることができると。はい。で、この時にですね、後ろの部分がちょっと寂しいので、余剰皮のパーツをつけてね、うさ尻尾つけてあげればいいのかなと。はい。まあ、一応基本的に付け方はこんな感じになっておりますよと。で、これと同じ方式で、バーゼラルドのやつもつけることができると。はい。まあ、付け方は一緒ですね。これただ刺すだけ。まあ、基本的にやっぱりね、前髪ちょっと長めなんですね。まあ、これはちょっと気になるポイントかもしれないですけどね。以上、こんな感じとなっておりましたと。うん。で、後ろが寂しい。これは変わらないんでね。まあ、これは余剰品つけてあげればいいかなと思いますが、一応こんな感じでございましたと。で、前髪パーツ戻しましょう。まあ、マジカルバーゼなんでね。一応、前髪はこういう感じの角度なんだけどね。前髪つけると隠れちゃうのがちょっと惜しいかなと思いますね。まあ、ここのスリットっていうかね、この隙間部分ですね。もうちょっとね、細かく刻んであげればね、そこから覗いて見えると思いますんでね。まあ、そうする方法しかないのかなと思いますけど、一応こんな感じでございましたと。はい。まず基本的な可動範囲、表情パーツの効果、前髪に関してはこんな感じとなっております。ではですね、こちらのスカートパーツとかね、つけていって、マジカルバーゼ完成させたいと思います。付け方に関しては、とりあえず腕をね、広げて、干渉源回避させた状態にして、台座を外すと。で、あと、こいつはね、そのままスポンと行きたいとこなんですけど、本来の組み立て方はね、こちら、スカートパーツね、最終的に仕上がるのがこの形なんでね、先に全部組んじゃった形になっておりますけど、とりあえず、このね、開き止めのパーツをここからね、とりあえず抜きますよと。はい。で、この状態になりましたら、ここで分割してね、左右で分けて、さらに中間のね、ブロックで分割してしまいます。で、これができましたら、このパーツをですね、ここにズボッと入れるわけですね。で、この時に、こちらのパターンですね。今組み付けてるやつ以外に、もう一つね、似た形状のがありますけど、こちらのですね、ちょっと長いタイプですね。こちらのパーツは、総裁少女庭園用のやつとなっておりますよと。ただね、総裁少女庭園はね、このスタイルのスカート多分ね、似合わないと思うんでね。まあ遊びの一つだと思ってね、使う感じだと思いますけどね。まあ通常使うんであればこちらね、バーゼラルドが一番かなと思いますけど、こんな感じでね、アタッチメントパーツつけましたと。で、これが入りましたら、ここのところにね、今バラしたばかりのスカートパーツを戻すだけですね。で、こちらね、前跳ね上げておりますけど、まあ一応こんな感じでね、跳ね上げたまんまでいいと思いますが、こちらね、組み付けていきましょう。はい。で、このパーツが入りましたら、後ろは固定されませんけど、前面をね、固定するために、この中心部分ですね。このところに外しておいた、こちら開き止めパーツ。これをここにね、設けてあげると。これがちょっと手間かなと。どうしてもですね、こちらのスカートパーツを外すときに、ここをばらして左右分割して、キブパーツ取ってみたいな感じでね、かなり分解しないとね、外すことができないんでね、ちょっと手間ではありますけどね。一応組み付けるとこんな感じですね。はい。まあ、腰回りがかなりごちゃつきますね。まあ、どうしてもしょうがないですけどね、もうちょっとシンプルな形になってくれたら、まあ、見た目もね、さらに良かったんじゃないかなってちょっと思ってしまいますけど、はい。一応こんな感じでございますと。で、あと後ろですね。中心部分のところに対して、こちらのリボンパーツ、ここに対してズボッと入れると。で、これですね、入れるのがちょっと大変であればね、ここ外すことができますんでね。外して、キブパーツだけつけて、後で真ん中パチンでつけるってね、その方式でもつけることができるというふうになっておりました。はい。一応これがですね、マジカルバーゼ本体になりましたと。こいつね、尖ってるんでね、こういうザラザラしたところに置くと引っかかりますんでね。まあ、とりあえず扱い注意かなと思います。はい。一応こんな感じです。一応つけたスタイルとしてはこうですね。正面ですよ。横。後ろ。反対。そして上となっております。で、台座に関してはこちらですね。ここの部分にこいつをズボッと刺すと。まあ、これを見ていただくとわかる通り。はい。先ほどよりもさらに遠くなるっていうね。なので、ここの部分はね、やっぱり根元。ここがね、ボールの方がいいですね。そうすればもうちょっと調整できますんでね。まあ、それか、ここと同じ感じでね、ジョイント、支柱、支柱、ジョイント、みたいな感じになってくれると、そこで調整効くんでね。まあ、ここはちょっと改善というかね、してほしいかなと思いますけど、一応こんな感じ。はい。組み付けるとこんな感じでね、まあ、先ほどのね、ノーマルスタイルっていうかね、あれと比較して、まあ、腰回りがね、さらに増えて、まあ、可愛らしさを増したかなって感じがしますけど、やっぱりちょっと気になるポイントとしてはね、頭部パーツですね。ここがね、やっぱり何もないのがちょっと寂しいかなと。まあその時にですね、こちらのね、バーゼバージョンをつけるか、
ゼルフィカールバージョンをつけるかっていう選択はありますけど、これはね、以前紹介しました女神デバイスのカオス&プリティ赤ずきんですね、あれみたいなフードパーツみたいなやつ、まあ魔女の帽子みたいなやつですね、それのピンク白クリアパーツみたいなやつがあれば、さらに統一感が増したのかなと。まあそれを考えると、もしかしたら今後色違いでね、こちらのマジカルバーゼの方の黒っぽいね、魔女バージョンみたいなやつが出るかなってちょっと思いますけど、ちょっとこのスタイルを見るとね、確かにね、可愛らしさはあるんだけど、ちょっとここら辺がね、物足りないかなと。なんでここの部分はね、新規パーツかなんかあったらよかったかなと思いますよね。一応こんな感じで取り付けましたと。で、あとはこちらですね。こちらのアルナイルロットですね。これに関しましては保持方法はまあ何種類かありますよと。まあそれはですね、ここの部分の柄の長さですね。こちらの一番ロングのパターンにするか、もう一段ね、てかかなり短くなりますね。こちらものすごく短いやつ。それと根元のここの部分が平らなね、板状のものっていうのがありますよと。それの短いバージョンもあると。なのでこれに関しては、ここの部分外して展開して、アローモードになるとかね。これを外してあげて、ここの部分だけ使ってアックスモードとかね。絵のパーツが何種類かあるんで、それを組み合わせることによって、片方は手持ちアックス、反対側は槍にすることができるとかね。そういうような武器の組み替えギミックっていうのは基本的になしですね。なので、これはこれという感じです。まあ、とりあえず保持方法はね、こっから簡単に抜けますんで、抜いてもいいかなと思いますけど、この状態にしてね、扱いやすい形にした状態にして、手首パーツに対して、これを取り付けると。一応保持方法に関しましては基本的にいつもの方式でグイグイといきますけどね。外すことができるんで、下からね、差し込んでスッといってもいいのかなと。はい。一応こんな感じで付けましたと。で、あとは先端にね、こいつを戻すだけなんですけど、やりづらいんでね、手首パーツ外しましょうかと。で、いうか先に付けてしまおうかなと。で、とりあえずこの形にして、ね、外したら、こいつを組み付けてあげると。はい。一応こんな感じでとりあえずね、先端ない状態で付けましたと。で、こちらですね、手首パーツ、見ていただくと分かる通り、これしかないんですね。いつものジョイント一体型の手首パーツっていうのがなくて、これしかないんですね。なので、どうしてもこちらの若干柔らかい素材のね、ここのやつで保持させるので、知らないうちにね、開いてたりする可能性があるんで、ここの部分はね、プラスチック製だったり、軸がね、ジョイントがね、造形されてるやつがあった方が良かったかなって感じですね。まあ一応このような感じでね、とりあえず今つけたので、地面にドーンとつけておこうかな。はい。で、あとは先端部分にね、こいつを組み付けてあげれば、これでルミナスロットですね、つけた状態でできると。まあ、物自体はね、めちゃめちゃでかいんですよと。はい。それと、スカートパーツのお話ね、一切してませんでしたけどね。まあ、前面で跳ね上げができたりとかね、根元のスイング、あとここもね、跳ね上げることができるとか、一応一枚一枚ね、独立しておりますんで動かすことができる。ここのパーツ自体ですね、こちらピンクとクリアパーツの接続部分で稼働は基本できませんけどね。一応ここでの跳ね上げとかね、できますんで、まあ、ポーズ付けができると。で、あとリボンパーツですね。ここの部分を接続点で稼働させることができるとかね、ありますので、位置調整自体は可能ですね。ただまあちょっと、扱いづらさはあるかなと思いますけどね。まあそこの部分は十分考慮してね、動かす必要性はあるのかなと思いますけど、このような感じでね、ルミナスロットをつけるとこんな感じです。とりあえず今ね、地面にドンと刺してね、立たせてる感じになってるんで、一応保持しておりますけど、これをですね、ポーズ付けたりすると、ちょっと倒れやすいと。で、さらに台座の取り付け位置がここですね。本体から結構離れたところについておりますんで、前方向に倒れやすいと思うんでね。ここの部分はやっぱり、支柱の部分がね、改善されてるやつが欲しいかなと思いますけど、取り付けるとこんな感じ。ド派手な感じですね。で、こちら今回用意しておりませんでしたけど、ミライトってやつですね。それをここの中に入れることによって、この中心部分をね、光らせることができるっていうギミックがあります。まずはここですね。下のここの部分を外してしまって、中にミライトってやつをぶっ刺しますと。で、あとこの形で組み合わせる。で、そのミライトを入れるときには先に電源というかね、それをやっておかないと、これ組んだ状態でどっかをね、操作してオンオフっていうのはできませんのでね。まあ毎回解体とかする必要性が出てきますけど、一応光らせることができると。で、ミライトもですね、2、3種類ありますんでね。まあ一応こちらのね、クリアパーツに合わせたやつを用意してね、組み付けてあげればいいのかなと。まあそれを言うんであれば、ここのパーツはね、透明のやつもついてきて、ミライトのね、色に合わせて、好きな色にね、点灯させることができるっていうギミックの方が良かったような感じがしますよね。まあ一応こんな感じで、アルナイルロットをつけましたと。で、あとそれ以外にね、こちらね、エフェクトパーツありますけど、とりあえずこいつ自体はね、こんな感じです。
まあ、造形自体は細かい。で、あとこちらのですね、ここの端のところに穴がありますんでね、付属してるやつをこう重ねてね、こんな感じで組むこともできますし、あとはこいつら同士ですね、この一番小さいやつ同士をすべて重ね合わせてね、多重で組んであげて、一番最後にでかいやつつけたりとかね、で、さらにここにでかいやつつけてみたいな、こんな感じでね、重ねていろいろ組み合わせることができると。こういうようなね、遊び要素があるのはいいんですけど、これ自体は台座も支柱もね、一切ありませんので、これポイって置いておしまいなんですよね。このために別途台座をね、用意しなきゃいけないので、まあこれはね、ちょっと欲しかったかなと。何かしらのね、支柱関係があったらよかったかなと。で、あとここのですね、ちょうど真ん中にね、棒があったり穴があるんでね、これを逆に台座にして、ここからね、支柱を取り付けて、今回のマジカルバーゼをね、立たせることができるっていう風にした方が、まあ世界観の統一っていうかね、それもあるんで、そういうようなね、要素があってもよかったかなと思いますけど、ちょっとね、いろいろ気になるポイントはあったかなと。あと遊び要素としてはね、今回かなり少ないんじゃないかなと思いますね。本体の可動範囲とか、スカートパーツ、リボンだったり、こちらのアルナイルロットですね。こういう一個ずつのアイテム自体は面白いんですけど、今までみたいな感じでね、スカートパーツを展開して羽にできるとか、あとはリボンパーツもね、組み替えてブースターになるとかね。あとこちらのアルナイルロットも組み替えて2種類の武器にできるとか、そういうような展開方法が今回の説明書にはね、載ってないので、基本的にはもうこのスタイルで完成となってしまうのがちょっとね、物足りなさはあると思うんでね。そこの部分はね、遊び要素、乗っけといてもよかったかなと思うのと、今このスタイルにした時にね、やっぱりトップパーツですね。ここの部分のなんかボリュームがちょっと足りない感じがするんでね。以前ね、紹介した2体ですね。バーゼラルドとね、ゼルフィカール用のこのウサ耳パーツっていうかね、これ以外に頭部パーツとしてね、例えばね、魔女の帽子みたいなやつがね、あってもね、良かったかなって感じがしますけどね。まあ全体的な仕上がりとしてはいいんですけど、要所要所ね、ちょっとね、もったいないなって部分がね、あったんでね。そこの部分は多分今後、色違い的な感じでね、出た時に新しいアイテムがね、増えるんじゃないかなと思っております。はい。ということでですね、今回は、女神デバイスとフレームアームズガール、こちらでね、コラボして誕生したみたいな感じの、こちらの、マジカルバーゼ紹介していきました。はい。ということで次回ですね。次回はですね、結構昔にやって、まあそちらね、新しい最新作的な感じで、ね、出ました VFG ですね。バリアブルファイターガール。こちらをですね、やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。